マスクが取れない。もうさ、なんかもう本当に私がなぜマスクをつけててこんなにドスッピンかというと、もう肌荒れがやばすぎて顔がパンパンに腫れ上がってるんです。で、若干鼻声なんですよ。だからもうやばい。だからね、もうね、完全にね、なんかもうね、黄砂かもうアレルギーかも。本当にやばい。明日みんなに会えるのに。めちゃくちゃ肌の調子悪い。なんかもう本当に、配信するからマスク取りたかったんだけど、もう無理。危ない。もう本当に出したところじゃないわ。本当やばすぎて、もう今日はちょっと、なんか顔もめっちゃなんか腫れてる、なんかむくんでるっていうか、なんかもうやばけて、とりあえず。だからもうちょっと今日半身浴して寝ます。もう最悪。もう本当に最悪ですね。こんばんは。こんばんは。その服両肩にチャックがついてるの？ついてる。チャックついてるよ。開けることできるよ。チューンって、これ肩出しも肩出しじゃないのも両方できるんですよ。ドゥ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 、これそうできるから、そうオフショルにできるから、どっちでも可能です。もうアレルギーだ絶対に。もうすごい、もうね、やばい。もう本当にちょっと何かのアレルギーかも。めちゃくちゃ痒くて、いろいろと結構やばいので、ちょっとこれは皮膚科に行かないとやっていけないかもしれない。なんかもうさ、自分さ、広島の皮膚科行ってるんだけどさ、広島の皮膚科も効果なすすぎてさ、やっぱ地元の皮膚科だなと思いましたよ。もう地元の皮膚科しか勝たんな、ほんまに。もうやばい、マジで。こんばんは。こんばんは、皆さん、こんばんは。こんばんは。でも私、この服をオフショルにして着たこと1回か2回ぐらいしかないから、ちょっとあれなんですけど。まあ、また来ます、オフショルにして。こんばんは。しけましんさん、花束ありがとう。花束ありがとう。明日ついにりえちゃん推しさんに会えますね。明日初めて行くからよろしく。嬉しい。名前言ってね。昨日配信来たよーって。嬉しい。初めて行く。楽しみにしてるね。やっぱいつも来てくださる方とかも結構いるから、すごい幸せだし、明日初めて行くよっていう方とかもすごい嬉しい。元気になれる。何時間目に来るのかな。間違えた。楽しみに好きじゃない。楽しみに好きとかちょっとわけのわからんこと言ってしまった。楽しみですね。楽しみですね。とっても誠や。明日喧嘩あった。嬉しい。楽しみにしているね。楽しみに好き。楽しみに好きだよ。こんばんは。皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。ちょっと皆さん聞いてください。山賀さんのグラビアの無料版が2位になってました。でも嬉しい。
まだ2位に入れたっていうのがとっても嬉しい。本当になんかそう1位だったから2位にちょっと下がっちゃったんですけど、ちょっと嬉しいですね。ありがたい。でもやっぱ1位になりたいな。うん、いや有料版ちょリコチが1位で、有料版リコチはいるから、ちょっと私は無料版のやつでちょっと1位取りたいですからね。そうまだ2位、まだ2位だねっていうのはね、ちょっと本当に結構1位になりたいなと思ってるので、ぜひ皆さん見てください。私のツイッターに、ここツイッター飛べるんですけど、ツイッターから1位に、あ1位じゃない、固定ツイッターの固定にあるので、ぜひ見てみてください。私のグラビア、そう、そう見るだけでそうポイントになるから、ぜひ見てほしいです皆さんに。こんばんは。ツイート面白くて気になってる正直問題。嬉しい、面白いって褒め言葉が一番嬉しい。ツイート面白い、でもねもっと面白いツイートできるはずなんだよね私。なんかやっぱさ、なんていうの、面白いツイート結構ね考えてるんだけど、やっぱ刺さるし刺さるかなってツイートばっかりしちゃうからね、結構わからないネタとか多いから、その中でも面白いって言ってくれてすごい嬉しい。やっぱさ多分年齢層とかも違うし、知ってるネタじゃないとさ、うんってなっちゃうじゃんみんな。そう多分ツイッターあんま見ないよっていう方の方が多いから、こうバズってるやつとかだから、そうなんて言うんだろう、流行りに乗ってみてもそんなうんみたいな結構多いからさ、ちょっと結構悩んで厳選してツイートしてるんですけど、これからもね天才ツイッターなのでどんどんツイートしていきます。てかマジで今年の目標は1回ぐらいバズりたいっていう目標がありますので。私がなんでこんなメガネマスクでいるかというと、聞いて、もうね本当にメガネが曇、メガネが曇るぐらい私は今肌荒れをしていて、実はなんかアレルギーかわかんないけど、なんかもう顔がパンパンに腫れ上がって、もうかゆいしみたいな、もう見て、もうおでことか、これ見てこの赤いの、もうやばいマジで、こっち眉毛剃ってないのバレる、もう最悪、眉毛剃ってないのバレた。マジでさ見てこの赤さやばくない、もうやばいな、鼻荒れしすぎて明日出れるかわかんない、嘘出ますけど、マジやばくないこの赤さ、もうねこことかもね買い替えできてんの、ここもうやだ、もうなんか変な加工ついてるし、もう本当にやだ、やばくない、もうか、本当にやばいの肌荒れ、もうこれは冗談じゃない、もうこれはマジですよ。もう明日顔赤かったらさ、なんか私もともと顔赤いんですよ、顔赤くて結構チークとか、なんかチークとかなんか塗らないんですよね、もともと赤いんで顔が、うん、だけど余計に赤くなったからさ、もうやだ、マスク取りたいんやけどね。そう思ったらマスク取ってやった方がいいかなとかと思ったけど、マスクともう取って、もうほんとさらせるような顔じゃない、なんか腫れてるの顔も、彼はなんかね顔も腫れててね、なんかもうほんまもう無理って感じ、なんかめっちゃ痒いし、おでこも、うん、治ったんですけどね、肌荒れ一時期と比べたらすごい治ったんだけど、でもまた、でもまた、あーもう本当に、エスティーラボ面白くてフォローしました。マジで？エスティーラボ見てくれたの？
そんな君には今日から100円毎日あげちゃう。嬉しい。もう通信料100円あげちゃうよ。嬉しい、マジで。それやばい。 STL ラボ見てくれてありがとうね。もう私うちめの個人企画見てね。ぜひ私 YouTuber として立派な女王になりたいからさ、地上波バラエティ、皆さん地上波バラエティでやってるからさ、もうぜひ見てほしい。 YouTube お願いします。嬉しい、見てもらって。何のやつが好きだった？何の YouTube で笑った？ちなみに教えてください。何の YouTube が面白かった？テテ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 テみんな YouTube 見てくれてる？YouTube 見てくれてる？みんな。YouTube の話になったらコメントが止まったんだけど、来ます来ます。みんな見てよ、みんな見てよ。みんなの再生回数で YouTube 更新できる頻度が変わるかもしれないから、みんな見て、みんなしっかり見てほしい。私のおすすめの動画をここで教えますね。まあ見て見てっていうだけじゃなくて、どれが面白いかっていう。もうね、正直どれも面白いんだけど、どれも面白いんだけど、あーちょっとサムネのやつとか、じゃあ私がリンクまとめればいいんだ、一つに。うつみりえの YouTube のちょっと作りますわ。またバラエティ女王への道みたいな、バラエティ女王への道みたいな動画は結構面白いんですよ、私の一人でやってるやつ。あ、そう、5ヶ月前のあの内海理恵バラエティ女王への道、内海理恵のキャラを真剣に考えてみるっていうやつとかもう結構面白いです。そう、結構一人のやつじゃなくて、他のメンバーに、他のメンバーと絡んでる姿を見て面白いって結構言われることがあるんですけど、あのぜひ一人のやつも結構面白いのでぜひ見てください。私はもうね、これを見て爆笑します、一人で。やっぱ自分面白いなみたいな。うん、そうそう、ぜひ見てください、見てくださいな。サウナ的な、そうそうそう、見てくださいな、サウナ的な。でん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 。バラエティ上映の道見てね、みんな。よろしく頼んだよ。嬉しい。あ、ついでに私のグラビアを見てください。ツイッターの固定に貼ってありますので。そう、有料版も無料版もチェックしてください。で、岡山にゴールデンウィーク帰省するって言ってたんですけど、帰省しなかったんですけど、あの2日間ぐらい一瞬だけ帰ってまして、あのでっかいポスターがね貼ってありました。嬉しかった。私の警官のポスターが貼ってありました。そうそう、でっかいね、警官のねポスターが貼ってありましたね。嬉しかったですね。Thank you.
そうそうそう、内海のあれ、私ちょっと結構いろんな YouTube に進出してて、なんかそう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 、結構やばい的な感じ、うん、結構いろんな YouTube に進出してて、なんかそう、特殊詐欺とか、あとは交通安全のやつとか、そう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 、ちょっと結構出てるんで、ちょっとまとめますね。とりあえず私の一旦出てる YouTube、あのショールームとかのさ、無断転載みたいなやつはまとめれんけどさ、あのちゃんとした公式から出してる動画をまとめるので、ぜひ見てください。え、なんか無断転載とかさ、よくないけど、なんか結構でも私好きなやつがあって、なんかリネポリスのやつ、ちょっと見て笑ってしまった。リネポリスのやつは、そう、私でね、みんなね、金稼いでんじゃねえよ本当に。私のさ、ショールームの配信切り取ってさ、金稼いでんじゃねえよって、なんかそういうなんかちょっと卑猥なやつとか、卑猥なやつとか、私のやつ切り取って、まともなやつだったらいいんだけど、なんか卑猥なやつで、なんかもう金稼いでんじゃねえよと思う。でもあの、私すごいしてほしいっていうか、してほしいことがあって、なんか面白いなと思った部分を切り取って、 TikTok とか YouTube とか、なんかその結構拡散してほしいかも。なんかもっと自分の面白さ、なんかこれ自分で言うのもおかしいけど、私結構面白いから、なんかそう、自分でも笑っちゃうぐらい面白いし、正直問題だから、あの私の面白いシーンを切り取って TikTok とかで流してほしい。あ、ちなみに私言っときますけど、あの TikToker なので、 STU 公式の STU 温度の暇があったら発明してとか TikTok やってるんでTikTok やったんでTikTok やってるんで、ぜひ皆さん見てください。 TikTok なんで、もうてん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 もうめちゃくちゃ拡散してください。あなた、なんなんなん、言わないで。だって、ラビュー、ラビュー、ラビュー。なんか私がさ、歌ったらさ、すごい可愛い歌詞なのに、私が歌ったらなんか、演歌みたいに聞こえるのは何なんか私が歌ったら、演歌みたいなの。あなた、あなたのストーリー、君の足跡チェックするの。あざといなんて言わないで。ほら、なんか私が歌ったら、演歌みたいになっちゃいました。そう、本家はとっても可愛い。いきなり東北さんファンのね。だよね。そうそうそう。私が歌ったらなんか演歌みたいになっちゃったんですけど、実際可愛い曲で踊ってるので、ぜひ皆さん見てください。TikTok 大好きすぎて、え、聞いて！ちょっと皆さんに言いたいことがある。え、キリーさん、そう、あ、そうなん？そう、ちょっとよくわからんけど嬉しい。うん、とりあえずなんかもう結構バズりたいかも。うん。目標バズるんだよ、もう頑張りますが、バズる、バズりたい、うん。あ、ツイッターとかでもいいよ、ツイッターとかも全然いいよ、うん、TikTok もクリアで、うん、ツイッターでいい、全然ツイッターでいいっす、もう全然ツイッターで OK。 やばな、おかしびに、おかちがいはりなしぎあ、私がこの前ツイートしたやつ、なんか優しいおばあちゃん先生が現れましたみたいなツイートさ、あれ文字化けしとってさ、なんか文字化けしとってさ、あれみんな分かんなかった人もいるでしょ。あれ見えてた、見えてた人いる？なんか私は見えてたんですけど、本人だから。私一回マネージャーさん確認したら、なんか文字化けしてるよって言われてて、で送り直したんですよ。で写真送ったらいい、なんかこれツイートする？ほんまにみたいなこと言われて、いやでも私は天才ツイッターなので
ツイートしたいですって言ったら、なんかあじゃあどうぞみたいな感じになってツイートしたんですよ。私が意見を押し通したからしっかりツイートできたんですけど、結果的に押し通してなかったらツイートできてないかもしれない。でも結局見えてた、悔しい、残してくれなかった。私見えない人ばっかりでさ、なんかもう見えない人ばっかりかと思ってさ消したんだけどさ、悔しい。まあええわ、まあそういう時もあるわな。てかさ、なんかツイッターのさ、なんかさ、なんかうさぎみたいな、なんかキティなんか顔切り取って、なんかキティちゃん Hello Kitty こんにちはみたいな、あの頭のやつ、頭の帽子みたいな、あれしたいんだけど、むずくない？あれの素材どこあるん？しかもちょっとあれの素材ちょっと私リポメールつけて送っといて。私あのキティちゃんのやつとなんかうさぎのやつ使いたい。なんかあれの素材なくてさ、あれの素材なくてさ、みんなちょっとハッシュタグつけて送っといてください。もうあれ、なんかキティちゃんのやつそう流れてきてめっちゃ可愛いと思ったんだけど、キティちゃんのやつなくてさ、むずそう。あれだって、 Love you Love you Love you。こうなんだね、こうかと思ってた。ウィスキーを飲み干して、今夜あなたの視線に酔いたい、スピーカーの音に揺られて少しだけ近くに寄ってよ。こんにちは、ケン君、ハートありがとう。ダーン、嬉しいハート。ダーン。少しだけ近くに寄ってよ。少しだけ近くに寄ったらさ、もうくっついちゃうねってお話だよね。正直本題。でんでんでんウイスキー。こういう、なんかそういう創作ダンス？なんかそういうさ、なんか TikTok とか創作ダンスってどうやってさ作るの？強くない？なんかさ、じゃあみんな、なんかさお題出してよ、それに沿ってダンス作るから、私がそれに沿ってダンス作るからさ、ちょっとお題出してよ、それに沿ってちょっとさダンスを作るのにちょっとお題出してください。ちょっとそれに沿ってダンス作るんで。なんかすごくない？ウィスキーだって、ウィスキーのこれウィじゃないじゃん。あ、 W ってことウィスキーの、すごい、ウィスキーのウィって W か分からん、英語書けんけん。ウィスキーを、すごくない？ウィスキーを飲み干して、すごくない？よう作る、そんな。私結構ダンサー結構向きっていうか、なんか作る側、演出する側結構得意なんで。トゥ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 、かき揚げ、かき揚げ、かーき、ちょっと作ってみるよ。ちょっと真面目にダンス作りたいから、かーきあげお食べて、お、決まった、いくよ。じゃあかき揚げのダンス、みんなこれ TikTok で、あのみんなこれ音源にして使って、かき揚げダンスやっちゃう。かき揚げダンスいきますよ、せーの。かーかーかき揚げ、かーかーかき揚げ、はい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 、かき揚げのけー、かき揚げのきーで、かけ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 を、かき揚げ食べたら喉うるおって、ドゥドゥドゥンドゥドゥドゥンドゥドゥドゥン、ウェーブもできちゃうよ。終わり。これがかき揚げダンス。だから結構ダンサー向き。
うまくない？ウイスキーを飲み干してで、かき揚げ食べた後にウイスキーを飲み干してあげて、同じ視線、そうそうそう、かき揚げダンス、だからもうジャンジャンお題ください。ジャンジャンお題ちょうだい、ジャンジャンお題ちょうだい、みんなダンス作っちゃうから。ジャンジャンお題ちょうだい、人作っちゃう。私結構人の名前とか作るのとか決めるのとかうまいから、あ、なんかペットの名前悩んでるとか、なんか今欲しいものあるけど何買おうみたいな、物欲あるんだけどなんか欲しいものが浮かばないっていう時とか相談してください。そしたらなんか今何が必要かとか全然言ってあげるので、なんか実は私あの超能力とか持ってて、なんかそう未来のあなたとか結構見えるんですよ。そう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 、これマジでなんか未来の姿とか結構、そう自分のやつはできないんですけど、なんか人の姿とかはなんかそう見れるから、そう何が必要かとか言ってくれれば全然決めます。たこ焼き、あ、たこ焼き分かった、あ、決まった、じゃあたこ焼きのダンスいきます。ジュワ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 、グネ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 、たこ焼き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 は、そうそう流したらこうなっちゃって、そうそう流し移動させて、こっちにもこっちも焦げないように、たこ焼きのつまようじさせちゃうか、あー食べられちゃう、食べられちゃう、もうやめて、と一口食べたら口の中やけどして、塩かけてバーン終わり。だからみんな何が今必要かとかちょっと質問してよ。もうさ物欲があるけど何が欲しいかとか分かんないとか言う人質問して。もう今私が言ったこと何が必要かとか全部言ってあげる。ちょっともう質問して。なんか付箋に名前つけたいけど付箋の名前が決まらないんですとかっていう人、私が付箋の名前決めてあげるから、なんかちょっと決めて、なんか質問ちょうだいみたいな。タカさんレインボースターありがとう、レインボースターありがとう。たこ焼き、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 たこ焼き。みーちゃん、こんばんは。みーちゃん。やっほー。やっほー、みんな。みんな、リネ占い師のこと信じてないでしょ。今からそれを証明してあげるわ。手元にねペンとねノートは必須ですからね。私が言ったこと全部メモしとくんだよ、私が言ったこと全部メモしとくんで当たってるから正直、物欲っていうくらいしかねえのよ。わかりました。じゃあそういう時はまあ、確実に幸せになれる方法としてはそういう時は内海理恵の、グッズをまず何かしら手に入れる、そういうした時点でもうまずはもう急になんかもう家がなくなったりとかしない、家がなくなったりしないし、一生なんか極上人生、一生極上人生、体重増加もない、もうボロ屋敷にも住めない、もうちゃんともう本当に富の象徴、もう本当に生きてることが素晴らしくなるぐらい素敵なライフを送れます。でそこから
まあ、運気が上がってきたら、まあ、そこでも運気が上がらなかったら、うつむりのお話し会を買うことによってマジでやばい、うつむりは結構いろんな影響を持ってるから、それを共有することによって、そこの今質問してくださったあなたにオーラが飛んでいくんです。いやこれはだから、これみんなに共通ね。もう物欲 STU にないってコメント一つだけあったけど、他の物欲はほんまに STU 以外ないんですっていう人は今見てくださってるね、コメントしてない方とかでも、まずはうつみれに触れてみて一回、そしたらもう爆弾人生、分かった、爆弾人生だから、ぜひ皆さんうつみれに触れてみてください、爆弾人生。そうよ、ほんまめっちゃ、やる気アップさせるにはどうしたらいい？やる気アップさせるためには、私の山形のグラビアを見てください。それよりやる気が湧いてきた、グワーンってなっちゃうから、グワーンってめっちゃとばついちゃった、やばすぎ、薬局なんだキローってなっちゃうから、私のグラビアを見てやる気アップさせてください。もうやばすぎちゃん、タラちゃん、ほんまあのちゃん、タラちゃんってなっちゃうから、やばすぎ、薬局なんじゃるじゃるかやってなるよ1年後はね、もうね、髪の毛ふさふさで、なんか髪でも顔はベビーフェイスになってて、まつげとかなんかここら辺まで長くなってて、なんか歯が全部真っ白とかになってて、食べ物を食べなくてもスタイルいい状態で保てる風になってます1年後は。あと好きな食べ物がたくあんとかになっちゃったな。そうです、スカフェンテ、嬉しい、ありがとうございます。これって公式、ちょっと分かんないけど、あんまりあれだけど嬉しい。ぜひスカイフロンティアの YouTube のやつも皆さん見てください。今 STU48 とそうコラボしてて、すごい素敵な船も出来上がってるから、ぜひ見てください。スカイフロンティア、チャッキーハートありがとう、嬉しい、明日楽しみにしてるよ。てか本当にさ、明日は可愛いからちゃんと許して。もう今日はとってもビジュアルがもう悪いんだけど許して。スキピが冷たすぎる、どうしたらいい？そういう時はもう思いっきり構って構って構ってよって言う。そう、もう思いっきり大胆に言う。構ってほしいなとかじゃなくて、構って構ってにゃんにゃんにゃんって言ってみるとどうですか。大胆がやっぱ男の心をグッとオフオフってなっちゃう気持ちになっちゃうわけ。そう、かまってほしいとか、こういうことは言っちゃダメ、正直。だってかまってほしいって言ったところで、もう男の心は、私脳みそ男だから、そう、私ちょっとそう代弁して言うと、代弁っていうのはそっちの代弁じゃなくて、言う方の代弁ね。代弁っていうのはうんちとかの代弁じゃなくて、言う方の代弁、私が代弁して言うと、かまってほしいなって言ったら、ん、なんで、んなんで、聞こえん、ちょまけて、ん、今なんて言った、なんかぼそっとなんかぼそっとなんか言ったけど、なんて言ったってなるんですよ。だからスキピはかまってくれないって言うときは、ねえねえねえ、かまんねえかまんねえ、にゃんにゃんにゃんって言うべき。これが正解。スキピがこれからかまってくれます。そしたらスキピは、うわー、
パパカーンなっちゃうから、これで最高、これで最高人生好き人送れます。今日誕生日迎えました。マジでやばい、誕生日おめでとう。もしかして2歳になったよね。もう若い、2歳だか若すぎちゃうなる。若いよ、2歳若すぎ、若すぎちゃん、ほんま2歳若すぎやろもうこれからもいっぱい、もうほんま凛々しく食べてなそう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 、明日運気アップにお願いしに行きます。明日運気アップに しに行くって宣言してくれた人に悪い人はいないから、今日も運気上げちゃう。これはりねちゃんのことが大好きになっちゃう魔法だよ。そう、最高級人生、嬉しい、運気爆上げ。もういっぱい録画面にしちゃったり、この配信見たけどかなり運気アップしてきました。朝まで課題頑張れそうです。やばい、激やばい。もうそうやって、そうやって信じてくれる人だけが幸せになれるから、冗談半分になんか人のことを小バカにしたりとか、ほんまになんか大バカデブリボンジみたいに NP の、ほんまにそんなことばっか言っとったらほんまにどうなるか分かったのかって感じですから、人生はクリマンだからね。昔からやばいです、そういう体質がコンプレックス。確かにね。でも私も肌荒れ、なんか私はアトピーがやばくて、なんかニキビとかできにくくて、顔とかにニキビとかもめったにできないしあれなんですけど、体とかに結構ジンマシンとかアトピーができちゃう体質なんですよ。で結構治ったんですけど、最近また汗とかかくし、やっぱそういう乾燥っていうか、杉とか花粉とか、もうほんまになんかほんまにそれ必要あるかなみたいな、なんかもう空気みたいなたくさん流れてきてさ、触れたかもないのに勝手に触れてきてさ、あっちからもうほんまに許すわけがないよって感じなんですけど、マジでなんかやっぱ皮膚科とかに行くのがいいと思うけど、やっぱさもうさ大変じゃん買うのも。だからそういう時はやっぱ私のことを見て、私と見つめ合ってくれたら、セロトニンとかドーパミンとかいっぱい出て、女性ホルモンとか男性ホルモンが分泌されてドキドキしちゃって、ほんまとろつき上げるというか、もうほんまに幸せになると思うから、ぜひ私の顔を見て毎日拝んでください。そしたらもう少しはマシになると思う。嬉しい。やっぱりりねちゃん出演する公演入ると運気上がる。ちょっとこれマジで嘘、これなんか今まで結構なんか嘘みたいな、いや待ってコメントが、みんなコメント読んでるからね。なんかもうめっちゃ私がなんかもうこれちょ嘘じゃないですよ、これは結構前から配信でやってて、なんかね私にね、なんかそう私が出る公演とか、例えばなんか入りたいなとか絶対当選したいなっていう時に、この日の公演出るから当選するように願っててって言ってコメントしてくれたら、私願うんですけど絶対当選するの。いやマジでやばくない？だから本当に当選したいライブとかあれば言ってください。あしかし、だがしかし、私が出る公演にかける、なんか私が出ない公演
になんかそうなんか他のグループの他現場のなんかこの公演ちょっとでなんか見たいけんちょっと当選させてとかって言われたら落選人生。私が出る公演の時は当選。えこれなんかこれね嘘とかって思うんですよ。ほんまなのこれマジで。今までりえちゃん推しさんとかがなんかこの日のりえちゃん出る公演出るからなんか当選するように願っててって言ったら絶対当選するんですよ。そうだからちょっとぜひそう忘れてこない。そうマジでほんとすごい。そう久々に行くからなんか結構不安だけどちょっと結構不安なんだけどだから当選するように願ってってもずっと当たるんですよ。しかも最善とか近めの場所とかそうとかなんか当選そう落選落選したから2時そうまだ私にお祈りする前りえちゃんに言わずに申し込んで落選したんだけど落選しちゃったから2回目当選するように願ってたら大体当選してる。やばくない？だからそれもすごいことなんだよ。でなんか行けない予定だったけど当選しましたとかもうなんてもう行けることになりましたとかもうほんまやば激やばなことばっかりだからぜひ皆さん言ってください。今行こうと思ってる公演があればそれについてちょっとお祈りしたいと思うのでぜひお祈り儀式をしたいと思うのですいませんなんかよくわかんないでしょついていきませんついてきてるでしょコメントしてる時点でさいいねありがとういいねゆいちゃんありがとういいねコメントしてる時点でさついてきてるでしょだよほんまやきほんとに当選え、すごいなほんと宇都宮の効果抜群こんばんはティエンチャートリー最善お願いします他にいないかな最善でしたほんとうおー次のチャートリー公演じゃあ次チャートリー公演に行く人がいれば最善みんな最善になるようにお祈りしてきますドゥーデンドレ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 ちょっと久々やるから緊張してきたこれ結構体力使うんですよデンドレ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 デンリネの出る公演、チャートリー公演、最前列でお願いします。どうかお願いします。OK。これで、もうすべて、今、チャートリー公演の、もう最前列。っていうのを伝えたのでこれでチャートリー公演の最前になりますてかさ私がさなんかマスクつけてる時さお願いしますってでこうじゃんこれって結構カエル化じゃない恥ずかしいみんな私みんなのこと大好きなのに結構カエル化なことしちゃったマスクベコベコでも話すときのさこれって仕方ないよねお願いしますお願いします結構カエル化なことしちゃったやだ本当にみんなのこと大好きなのに冷めたりしないでね冷めたりしないでね
イエちゃんのこと冷めたりしないでね、みんな。嬉しい。イネさんが全て正しいでございます。みんなよろしくな、ほんまに。うっせえ、聞いて私ね、なんかね結構ねおこがましいんだけど、アドさんのうっせえは結構お墓なお墓なの、聞いてほしい、結構聞いてほしい。アドさんのはーの部分すごいモノマネ、アドさんのうっせえはのはーのモノマネがすごい上手くて聞いてほしい。はーはーめっちゃ上手くない？ここだけ得意なんです。私結構モノマネ得意で結構モノマネやってるんですけど、うっせえはのはーのところだけはーうっせえうっせえうっせえはのはーのここはーが結構上手くない？上手くない？すごくない？結構自信で、私結構カラオケでうっせえわお箱で歌うんですけど、そう、うまくない？はあはあ、めっちゃうまいね、やった、うれしい、はあ結構お箱なの、うれしい、とってもうまいよね。ちょっと結構自信作なんです、正直問題言うとね。でもね、私ね、のどあんまやられたくないよね。いや、ほんまに最上級にのどやられたのは、なんかたまにほんまになんかコロナの時くらいだ、うん、あ、でも過去にあるかもしれん、ほんまに心臓になって声ガラガラの時も。結構いろんな声がね生きてるからね、私の喉仏。うん、やっぱさ、死んだ時って喉仏ってって一番命があるって言われてるじゃん。だから私結構喉仏に命あって、そうそうそう、だから結構喉仏って感じで、私喉仏に結構人生、そう、ここに魂が映ってて、うっとちょっとうっってなっちゃうから、しっかり守ってあげて、そう、喉仏って仏って書くぐらい、ゾウタケってさ、だって本当にみんなバカにしたらダメなんだよ、ちゃんと一番命が、だって最後にのどぼとけ入れるじゃん、だからそう、だから大事なんですよ。オーバードゥースキューミトゥーフタリーやるせない日々いやはりすられました、イエイエイした唇なんでか全部君とはしこれ知ってる？これ手でもできるんですけど、多分顔でもできるから。嬉しい。てかこっちも今ハゲてね。もう本当に確認して。
乱れ、前髪の乱れ、心の乱れって言うけど、アヒルみたいなことしたら乱れちゃった。もう今日諦めたんだって。え、今日ビジが悪いってことは明日ビジュアルがいいってことだから、正直問題ね。うずらうずらー待ってた。だって面白いって言ってくれたじゃん、面白いって言ってくれた、何回もやっちゃうんだからほんまに面白いって言ってくれたから何回もやっちゃうんだよ面白いってコメントにツボって何回もやっちゃうんだからカエル化、カエル化とかさ、なんかちょっとあんまないんだけどさ、自分からさ、カエル化とか言っちゃった、自分から自分の、自分から自分で自分のさ、カエル化とかって言って言う人おる、ほんま、あ、これカエル化かもみたいな、やってしまったってカエル化って例えばこう作みたいに私がで話してたら、あのマスク、しゃべるときにマスクをこうビコビコするっていうのが結構カエル化らしくて、なんかでも私はそれを見て、自分のやつを見て、あ、やばい、自らカエル化、私はそうやって思わないんだけど、なんかカエル化現象のなんかまとめみたいなやつ見て、なんかマスクブクブクするみたいな、ありがとうありがとう、あ、そうなんだ、おはようみたいな、おはよう、おはようみたいな、そう、こういうのはカエル化らしいんですよ。私は何も思わないよ、うん、だからさ、自分でやってしまって気づかないうちにさ、やっぱ喋るじゃん、私は結構酸素使うからさ、うん、まあ、私以外の人間はまあ酸素使わないからいいんだけど、あの私は結構酸素使う人間なんですよ、悪いけどね。だから酸素使っちゃうから、こうベコベコしちゃって、みんな酸素使わないじゃん、私は結構酸素使うからこうベコベコしちゃって、だからもうこれ、あ、やばい、カエル化のことしちゃったみたいな、今見てくださって1642名の中にこうマスク喋ってる時にベコベコしてたらカエル化かもしれないっていう人もいるかもしれないじゃないか。だからこう見てる方に、リネちゃん最近気になってるんだみたいな方とかいたらさ、これがカエル化、カエル、このカエル化現象で、うわ、今カエル化ってことしたって思われたら、あー、やってしまったって男で黙ってるみたいな、そうやってなるじゃん。さあ、安易にそんなことはできないんだけどね、まあ、無意識なのがカエル化なんだけどね、よく分からんけど、え、でも私最近結構気づいたのが、なんか、あ、じゃあそろそろ帰るかってカエル化じゃないみたいな思って、なんかこれはなんか同じ言葉の意味じゃないみたいな、そなんか意味合い違うけど、なんかちょっと帰るか、じゃあそれじゃあその子帰るか、しかも3位にそれじゃあそろそろ帰るかって言ったよ。そしたら、ねえ待って、さあやん、帰るかって、帰るかじゃないって言ったら、どういうことって思った、うん、帰るか、これはあの帰るかって言ってる私が帰るかになったってわけじゃなくて、だから帰るかっていう言葉と帰るかっていう言葉がすごい同じイントネーションで、なんか母音みたいな、わかる、なんか日本語って感じで、なんかとてもなんかthis、なんか日本語みたいな、ザ日本語みたいな、だからさ、とっても興奮、なんかテンション上がって、なんか日本語って面白いなって思いました。そう、これ言いたかった、なんかさ、日本語って面白くない、めっちゃ面白くない、だって
わかる？めっちゃおもろくない？日本語だって。そう、読み方同じ。例えば何があるかな。まあそんな感じで、まあ、いっぱいなんかラッパーみたいな、うん、そんな感じいっぱい使えちゃうから本当面白いなっていうお話。やばいよね。じゃあそろそろ帰るかって。帰るかじゃないそれみたいな、みたいな。そうそうそう。みんなさ、みんなの快楽現象は何？私の快楽現象はね、みんな快楽ある？みんな。でもさ、これは女子なんかな。女子にありがちだし、よくわかんないけど。そのまま快楽現象って知ってる？私はなんか言葉は知ってたけど、意味合いが違ったりするらしくて、結構難しいなと思いながら、生きてきましたけども、言葉は知ってたんだけど、そんな身近に感じることはなくて、みんなの快楽現象ってあるのかな？快楽現象について話すアイドルなんかおらんと思うけど、みんなの快楽現象聞きたい。ねえ、って待って。これさ、もう話が盛り上がりそうな時にさ、57分になっちゃったんだけど、誰か時間を止めてってことで、もう時間を止めれないので、これ以上は明日の続きでお願いします。ポンケー、ありがとう。ポンケー、嬉しい。魔法ドリンク、クックックック、うわー、やばい、ポンゲしか見えないジュースを飲んじゃった。もうポンゲのことしか考えられない。ポンゲありがとう、嬉しい。じゃあ明日配信するよ。何時かは秘密。え、なんか結構遅めなんで、帰りが。てか午前中にするかもしれない。じゃあまた話しましょう。変なもんと、変なもんじゃないよ、ポンゲー嬉しい、肌綺麗になっちゃった。あ、じゃあ13位から読んでいきますね。13位、ラパン、ありがとう。12位、エビーさん、ありがとう11位、ヨシタク、ありがとうありがとう、ありがとうって。10位、ロボリン、ありがとう。9位、ユート、ありがとう8位、スーさん、ありがとう。7位、雪メロディ、ありがとう。5位、アルマサトリア、あ、6位、サトくん、ありがとう。5位、アルマサトリア、 Thank you。 4位、ケンくん、ありがとう。楽しみ。3位、渡辺さん、ありがとう。2位、ロコポコ、 Thank you。 そして1位が、チャーキュー、チャーキュー。そして1位が、ドゥルバーン、タカさんです。ありがとう、タカさん、ありがとう。これはタカさん、ちょっと猫がアバターだから、タカさんを猫語で話すとミャミャです。ありがとう、タカさん。では皆さん、ありがとうございました。また明日会いましょう。明日配信もするけど、明日現地で会える方はなんかリナちゃんって叫んでね。そしたら見ちゃうかも。そしたらなんか夢に出てきちゃうかもしれないから、みんなのことが。じゃあ、あ、皆さん、ヤンマガのグラビア見てください。私のツイッターに載ってます。私のツイッターの固定にグラビアが載ってるので、ぜひ見てください。お願いしますよ。有料版も無料版も。そしたら、肌がすべすべ、運気爆上がり人生になりますから。そして、ツイッターのフォローで、インスタのフォローお願いします。じゃあ、おやすみ。バイバーイ。めめ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 。